これはね、あの田んぼの水、田んぼに使う水をね、この用水路からこの水車使ってなんかあの汲み取ってるみたいです。田んぼよりね、あの用水路が低いんで、まあ、自動的にとか、まあ、ポンプ使ってやるっていうちょっと近代化というか、そういうようなことせずに水車、まあ、川の力で組み上げてると。この先がね、高橋川坂津公園があるんで、比較的川の勢い、流れの勢いもあるということで、その力を利用してこんな感じで水を汲んでます。ただ今中入ってないんで、どうなんですかね。ちょっと見ていきましょう。どういう感じかわからないですけど、多分ね、あそこに今缶があるんですけど、あの先になんかなんていうんですか、水の取り出し口みたいなのを、まあ、横にある金属製のものを多分つけて、そこから水を流すだと思うんですけど、今は取り外されてます。まあ、もちろんあの菅生学区って結構田んぼがあるんですけど、そしてまだ用水路もかなりの用水路があるんですけど、本当にあのこの水車があるのはここだけなんですよね。まあ、昔はもっといっぱいあったと思うんですけど、こういう感じですね。まあ、こういう感じで水を中に入れて、そこから多分この川に、あの田んぼにね、入れるんかなみたいな。あ、こういう感じですね。なんで結構ね、魚が中に入っとったり、リアルな感じ。まあ、ほんまこの辺って用水路多くて、で、まあ、水にも恵まれてるんで、田んぼが本当多いんですよね。まあ、これがもう動かんくなったようなやつですかね。これが昔の痕跡で、この水車をね、回していたと思うんですけど、その多分近くにね、田んぼとかあったと思うんですけども、田んぼなくなってるんで、もう田んぼないイコール、そういう汲み取りのあれをやめようかというか、
回しておく理由もないから撤去したのかもしれないですね。はい、というわけで今日はこんな感じでお届けいたしました。まあ、一つの、ね、文化として、まあ、今後ずっと残っていくかは分からないと思うんですけど、昔はもっとあったかなっていう記憶してます。まあ、本当に、ね、興味ある方はぜひ行ってみてください。だいたい田んぼシーズン6月から、そっからのまあ9月とかそれぐらいまでやってるというね情報を聞いたので、興味ある方はちょこっと、まあ、ちょっとね寄ってみていただけたらなと思います。ぜひ興味ある方行ってみてください。こんな感じです。